はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今日は大阪吹田の倉庫に来ております。いいピアノが入りました。プルツナーっていうあのメーカーで作られたカールザイラーというブランドなんですけども、結構私ねこのブランド好きでね、売りに出てたらできるだけ買い取るようにしてるんですね。でなぜ好きかというとパワーがあってですね、深みがあって、そして重厚な感じですね。作りも重厚です。後ろの柱6本ありますしね、すっごいしっかりした作りのピアノなんですね。で今回のは赤い色です。赤いっていうかワインレッドの色で、結構ね素敵な雰囲気を持ったピアノですね。小橋ですよ。見てください、カールザイラーってね。たまにねあのインターネットで見るとですね、中古でも出てることあるんですけど、私は好きですね。いろんなねことを言う方いらっしゃいますけど、まあ人は人で、私がいいなと思ったらそれはそれでね、と思いますのでね、まあいろんな考え方ありますけど、私はあのこういうノーブランドっていうか、まあノーブランドでもないんですよ、ヤマハカワ以外のね知られてないブランドでもいいものはたくさんあるとね、思っております。はい、赤い、木目で本当にこう外装がすごく綺麗ですね。これ見てください、このようなね、木目でもいろんな木目があって、こういう線の入っているものとかねありますけど、これはこういう、まあ、マホガニ系のですね、こういう色になりますね。で猫足がやっぱ素敵でしょ。ペダルは3本です。はい、ポツポツと当て傷はねありますけど、そんなにひどくはないですね。まあまあ、うっかりとなんかコツンと落としたようなそういう傷です。蓋の裏側もすごく綺麗ですね。これは金属あの、埋め込んであるのでね、磨けば綺麗になります。金ピカになりますからね。ペダルも金ピカになりますね。ご安心ください。そしてピアノの裏側ですけれども、柱がこのように6本、本当に頑丈な作りになってますね。昔のピアノはちょっと重めですね、重くなってますね。はい、そしてねただちょっとね気になることがありまして、柱のこの中央の2本にこう傷があるんですね。このようなよく見てくださいね。もう全部いいとこも悪いとこも全部映しますからね、正直にね。もう入荷したままの状態ですけどね。で先ほどここ の, あの運送業者のです所長さんに聞いたんですよ。なんでこんな傷ついたんやろってね聞いたら、昔はまだクレーンがそんなになかった頃ですね、手作業で上げてたそうです。で結構ぶつけたりしてたそうですね。別に音とかそういう耐久性には全然問題ないんですけども、昔は例えば団地の4階上げると屋上に登ってそこから吊り上げたとかね、滑車を使ってとか、入れるときに窓から入れるときに吸ってしまったとか、今はね、運送屋さんがこんな傷つけることはありえないんですけども、まあ、昔はそういうことがあったんだよって教えてくれましたね。まあそういう名残です。これはね音には影響ありませんけども、ちょっとここが困難ですよ。まあピアノ設置してしまえば見えないところですけど、まあ、見えないところだからこそきちんと映しとこうかなと思ってね、見ていただきました。中を見てみましょう。カールザイラー 133D って書いてますけど、正式な、この保証書がねここに実は入ってましてね、カールザイラーですけれどもプルツナーピアノというところでね、作られています。 CA133M という M っていうのはマホガニの M ですね、という型番で56413、製造番号ここにもありますね、56413っていうね。結構私の動画見てたらね勉強になるわとおっしゃるんですけどね、いろんな知識がつきますよね。で、この最初の調律がですね昭和56年の10月9日ってなってます。日本で一番ピアノがたくさん売れた年が昭和55年です、なんですね。ですからもうピアノのもう一番のブームのね、最盛期の頃のピアノです。もう贅沢にねいい部品をもうふんだんにバンバン使ってたね、時代ですね。結構昭和50年代の中古を探している方も多いと聞きますけれどもね、ハンマーの状態も見ておきましょう。こういう状態ですね、綺麗ですね。ここに何か書いてありますね、ちょっと老眼でよく見えないんですけど、なんかのフェルトです。はい、それでは音を聞いてもらう、あここにねプルツナーで貼ってありますシールがね。はい、じゃあ音を聞いてみましょう。綺麗ですね、本当木目すっごい綺麗ね、素敵なピアノです。なぜ私がこのカールザイラーの音が好きなのかっていうことは音聞けば分かります。もう重低音すごいでしょ。で中音部こう調和した音、綺麗でしょ。
麗でしょ。可愛いのね、聞き慣れた音もいいんですけど、ちょっと聞いたことないブランドだけれども、音のいいものないかなって探してる方いかがでしょうか。ブランドにこだわる方はヤマハカカワイにしておいてください。別にこだわらないけど音が良くて値段が安めのやつがいいということであればもうこれ最高ですね。素晴らしいです。値段も安くね出しますので、とりあえずデジタルピアノを買おうかなって思ってる方はちょっと待った本物がいいですよね。やっぱり生きた花と一緒ですね。造花と違って生花です。どちらも綺麗ですね。ですけどもやはり、本物はいいですよ。はい、ということで、プルツナーピアノで製造されたカール・ザイラー CA133M でしたね。 M のご紹介でした。それではさよなら。